随一領字側性反毛の視野図に視神経の経路両字側性反毛、または両耳側反毛とは視野障害の一種で視野の外側すなわち耳のある方が見えなくなった状態を指す。外界の景色がどのように大脳の視覚屋に投影されるかというと次のような経路をたどる。まず外界の視野は眼球のレンズ体によって網膜上に倒立像を形成する。 視界の右にある風景は網膜の左側に、左にある風景は網膜の右側にという具合である。左右の目で同じことが行われる。この像の情報が視神経繊維を通って大脳まで運ばれるわけだが、その際に視神経繊維の集まる点を中心として、それよりも、1、内側つまり鼻に近い部分からの情報と2、外側つまり耳に近い部分からの情報とは、 大脳の全く異なる場所に運ばれる。1を運ぶ、視神経繊維は、左右の視神経が交差する場所で右から左へ、あるいは、左から右へ乗り換えて移動し、右目からの情報は、左の大脳の四角屋へ、左目からの情報は、右の大脳の四角屋へと送られる。一方2を運ぶ、視神経繊維は、死交差で乗り換えをせず、 左右同じ側の大脳四角矢へと運ばれるのである。これによって、左の大脳四角矢には全視界のうちの右半分の倒立像が、右のそれには、左半分の倒立像が投影されることになる。人は、この左右倒立された像を脳内で処理して、現実の視界を再構成している。上のような構造の視神経が、思考差の内側部分、 すなわち左右の視神経が乗り換える部分で、障害されると、反対側の目からの視覚情報が、大脳に伝わらなくなる。例えば左の大脳は、視界の右側にある映像を手に入れるが、視光差が障害されて、右目からの情報、つまり、より右側の情報が入手できなくなる。同様にして、右の大脳は、より左側の情報が入手できなくなる。 結果的には全視界のうちのより両耳に近い情報が入手できなくなってしまう。このようにして起こる病態が両耳側性反応である。見え方は随一の通りである。次の視神経の経路を参照すれば青い経路が障害されるとこのような視野欠損が生じることがわかる。このような現象が実際に起こりやすいのは解剖学的に見て 思考差の前後からこれを圧迫するような病態が多いからである。思考差の後ろには脳下水体が存在するが、ここが脳腫瘍の後発部位であるため、下水体腫瘍では両耳側性反応をきたしやすい。他にも思考差を圧迫しやすい疾患としてズバイン頭腫がある。これに対して思考差の外側からの圧迫があると上記の説明の全く逆の検証、つまり、 より内側の部分の視野情報が障害される。これを、両鼻側性反毛と呼ぶが、これを起こすような疾患がほとんどないため、臨床的には、あまり重要ではないのである。ガイトン・アサーシー、ホール・ジョン・イ、e、ー・テキスト・ブック・オブ・メディカル・フィジオロジー、ナインス・エド、フィラデルフィア、WB、サンダース・カンパニー、1996、ピアニッシモ651から 654? ありがとうございます。